ばんは、九新木です。じゃあ、さあ、2回の2級の2問目で始めていきましょうか。こいつをこの影響はここやった。録画も上にのすでに時間とかしたいですけど、同じマイクで使ってるんでレベル合わせ楽で、すごい助かって助かりました。これにはまあ基本統計量の問題と分散の問題ですね。分散の可能性中か覚えてるか覚えてないから超基本体で、まあ、問いのマルスの方がさっきの出てこないとったらおかしいからな。これだけで仕方ないさっきの出てますからね。やっていきましょう。車線の面積 P の面積を 0.003 にしたいとき、3のとき、3にしたいとき、表より KP はと、KP は面積は使う方しかやってないから、久しぶりでこんな表を使ったりするのジャンプしてきて計算したりとか、まあ、そういうところのこのエクセルでも計算したいけど、やっぱりこういうのは分かってないとね、何やって自分が何やってて、その出てくるなんかピーチがどうのこうのって、ね、こういうの分かってないとピーチがどうだ、ピーチがパチクって終わりなんだ。
まあ、こういうのをちゃんとできる人だとダメですよ。なんで聞いてんだろうね。なんか言うマジだ。まあ、こんな表読むの好きなんて、まあ、気分いらんねんけど、やっぱり分の6的は統計解析の速度って何をやってるのかちゃんと、ね、分かってるとやる。こことこと入れ替えて、まあ、その辺はちょっと6割2.8っとこらえて7.8なんで覚えておいてよ。計算したらこの選択肢の数字と見たりとかよくわからんので、いつも近いやつで選んでるけど、多分なんか丸め方とかがなんか結果だと、いやあるのは分かってるけど、その丸め方で計算したらこうなるのかなと思って、なんかこうなってるのかな。この問題は良くないけど、あとは問いような実験計画の時は結構なんか例えばドキュスティみたいな数字が大変は、あとの問題は後で喋るとして、これ分散性があったの基本 B がある A の寸法は X うまいと思うのか。ほら、ね、平均の X の形だけでシグマの X 乗に従って NB は B とした方がええんか NY とした方がええんかの方がええんか、それでは Y の方がええんか、これ問題解くのに関係ないので時間かかってしまうか、実際にはやらなくていい、これで説明してるわけないんで、何に従ってると何書いてんのじいさんみたいな感じですかね。あの時 A だ、寸法 Z、 寸法 Z は X プラス Y なんですけど、書いてないな、 X プラス Y だけ、上手なカメラなんか歯車小さくて、ね、残り詰めないいろいろ組み合わせを使ってらっしゃって、まあ、そういう時の残りの話になるけど、取ったら小さな合わせとかそういうなんか、まあ、A と B を選ぶとか A 歯車 B 歯車を選ぶ時にそういうな、まあ、独立ない時とかある時合うやつを選んだらですね、ある時 A と B の事象が独立じゃないってやつ、うん、A に合わせて B を選んだとかそういうことする時腰が動いてるからなんだけど、ね、ボンさんはある時を共有坂前中なので
この試験覚えたことあるから、まあ、導き出せないけど、そんなこと言うの人ってそれだけで、ね、試験時間の半分になっちゃうから、これは覚える覚わると独立じゃないってことで、これだけか今、で、今日は8番だ。OK と。で、最後の C は A と B で、小学校独立の時っていうか、まあ、別々のサイコロ振るような場合ですね。C の A と B の小学校独立の時。ちょっと出てきて今日は録音の次の時関係ない時はもう A たすみだよ今日さ考えなくていいんで分散か補正ってやつですね。これでこれはうん、1はもう3級レベル で2はもうコストオフとかあかんもんなんで覚えといてね。はい、じゃあ、このところは今日ここまでグッドだ